これより説教武士三将太夫より安寿と図書丸の物語一段目語り申し参らする。ただいま語り申す御物語、国を申すサバタンゴの国金焼地蔵のご本事をあらあらと来たて広め申すに、これもひとたびは人間にておわします。人間にてのご本事を尋ね申すに、国を申すサバ奥州日の本の将軍いわきの藩官正氏殿にて所持の哀れをとどめたり、この正氏殿と申すは情の怖いによって尽くし安楽寺へ流されたまい、浮き思いを召されてわします。あらいたわしゃ、御台所は姫と若、伊達の郡忍の将へご浪人をなされ、お嘆きは断りになり、ある日のうちのことなるに、図書父は浮世にござないかと思いてござるが、父だに浮世にましませば、姉子やそれがしに暇を賜り空へ、都へ上り帝にて安堵の恩藩申し受け、奥州御随士軍の主となろうよ母御様、母御今能よしご神明し。さほどに思い立つならば、自ら共に登らんと御目のと上滝一人お供にて、国を3月17日にこと仮初めに立ち入れて、30日ばかりの露死の末、越後の国直井の裏におつきある。ここに山岡の太夫と申して、七つの時より一回船の愛路を押し、人を打っての名人なり、あらいたわしゃ。よったりの人々は山岡太夫にたばかられ、太夫が夜船にお乗りある。山岡は友綱徳馬が遅いとて、腰の刀をするりと抜き、友綱ずっと切って、あれ切れ目の秋がいかなと心の内に打ち祝い、いやと言うてロビウシ踏んで押すほどに世の間に三里押し出す。お気をきっと見てやれば、霞のうちに船が二艘見える。一艘は佐渡の次郎が船、一艘は宮崎の三郎が船、太夫は船に飛んで乗り、てな、うっそ鳥の立つに、ことにこの鳥若鳥なれば、末の繁盛するように両方へ売りを分けて取らそうぞ。まず佐渡の次郎が方へは上郎二人皇帝家、また宮崎の三郎が方へは兄弟二人皇帝家、とまた我が船に飛んで乗り、御台様オーバーたばかりて、あらいたわしゃ。よったりの人々を両足五冠に打ち打って、直井の裏に戻らるる。ことに哀れをとどめたは、二艘の船にてとどめたり、五丁ばかり悪い線するが、一丁ばかりも行き過ぎて、北と南へ船が行く。御台小林ご覧じて、さてあの船とこの船の愛の遠いは不思議やな。同じ港へ着かぬかよ。船こぎもどいてお支えを、船頭殿。何と申すぞ、今朝朝恵比寿祝いどこない買い負けたる何も腹の立つに、上郎二人は食うてやるぞ、船底に乗れとばかりになり、御台小林貴子示し、
ややいかに私をさて売られたよ買われたとよさて情けなのたいうやな裏飯の先導殿やたとえ売るともこうたりとも一つに売り手はくれずして親と子のその中を両方へ売り分けたよな悲しやな宮崎の方をうち眺めいやいやいかに兄弟よさて売られたとよ買われたぞ命をたまえ兄弟よまたも御世には出ずまいかそれ姉が肌にかけたるは地蔵菩薩でありけるが自然兄弟が身の上に自然大事があるならば身代わりにもう立ちはる地蔵菩薩でありけるぞよきに信じてかけさいよまた弟が肌にかけたるは志田玉造りのケズの者死して目の行く折も閻魔の前の土産人もなるとやれそれをとさいな図書丸と声の届くところではとかくの物語を申しやる次第にほかげはとうなる声の届かぬところでは腰の扇を取り出しひらりひらり招くに船も寄ればこそ今朝越後の国直井の裏に立つ白波が王将の雲と隔てられ我が子見ぬかな悲しやなうとう安方の鳥だにも子は悲しむならやりのういかに船頭殿船こぎ戻いて根性にての対面をもうひとたびさせてたまらぬ船頭は聞くにも何たますんさひとたび出いたる船を後へは戻さんが法ぞかし船底に乗れとばかりなり上崎の女房受けたまわってござれと船張りにつ立ち上がり周辺の数珠を取り出し西に向かって手を合わせ工場中に念仏さ十遍ばかり大人やって直井の裏に身を投げてそこの木図と同じある未来この石ご覧じてさて親とも子とも兄弟とも頼みに頼んだ上滝はかくなり果てさせたもんなりさて身は何となるべきと竜帝壊れてお泣きあるこぼれる涙を押しとどめちぎり村の恩こそで取り出しのういかに船頭殿これは不足に空へのこれは今朝の白物なりさて自らにも暇を賜りそうらや身を投げようよ船頭殿船頭を崩し聞かにも何と申すぞ一人こそは損にするとも二人まで損にはすまいとて持ってる貝にて打ち伏せ船丸に結びつけて佐渡島へぞ打ったり蹴り佐渡島の商人は脳がない食がないとて足手の筋を断ち切って日に一合を服して泡の鳥を覆っておわしますあらえたわしゃ御台所思いもよらぬ静が技習わぬ下職と言いながら鳴子の手玉に取り付けて泡の鳥をぞ置いたも安住恋しやこれやほう図書を恋しやこれやほう鳥も性あるものならば追わずと立っていさせよと涙の雨は絶えもなくついに両眼泣きつぶし
明け暮れ鳥を置いたも奥州五十四軍門主御台所の慣れの果て申すばかりはなかりけり。これにて説教武士三将太夫より安寿と図書丸の物語一段目語り納めてござそうろ。これより説教武士三将太夫より安寿と図書丸の御物語二段目語り申し参らする。これは未来の御物語、それはさておき申し、ことに哀れをとどめたわ。さて宮崎の三郎が兄弟の人々を二貫五百に買い取って、後よ先よと売るほどに、ここに丹後の国由良の三将太夫が城を積もって13貫にこうたるは、ただ所持の哀れと聞こえける。太夫、まず姉の忍は明日にもなるならば浜地に下がり塩を汲んで参るべし。待った、弟の忘れ草は日に三河の芝を借りて参りて、太夫をよきに育まいと申しある。あらいたわしや。図書殿はかまて取ったることはなし、元を覚えず手を切りて今日の島を前かないでが、里の野望どたちが哀れみて島肝心参らす。いたわしやな図書殿、三河の島をお運びあって太夫殿にお参りある。太夫はこれを見て、さても何時は島をえかなると申したが、なんぼ美しく買ったよな。これほどの芝の上手ならば三河は無役、三河の芝に七が増し十が枯れ、十が枯らぬものならばわどらの命はあるまいぞと責め立てられ、身体にはならぬなり。守り刀の紐を解き自害しようと申します。図書待てやします。我が心、ここで自害をするならば浜地にござる姉御様のさぞや名残がおしかるべきと心の内をしとどめ、浜地を刺しておくのである。あらいたわしや。姉御様はもっそは潮風、袖は涙にしょぼぬれて潮を汲んでおわします。図書を御意のたもとにすがりつき、のうのういかに姉御様、さてそれがしは
自害しようと思ったが、御身に名残が惜しゅうにて、これまで参りてござるぞ。暇を賜りそうなや。自害しようよの姉御様、姉御この吉貴子しめし、さても御身は弟なれども、おのことて自害しようと申すかや。さて自らも身をも投げようと思うたに、待って待ちえて嬉しやば。その義にてあるならば、いざさらばこい、身を投げようと思うしべし。たもとに小石を拾い入れ、岩肌におのぼりやって。やあやあ、いかに図書まる。さて御身は自らを越後の国直井の裏で別れ申したる母上と思うてに、一目拝まいよ。また御身が顔を自らは尽くし安楽寺へ流されておわします。父岩木殿と思うてに、御身が顔を拝むとて、すでに身を投げようと召される。同じうちに使われたる伊勢の小萩がこれを見て、やあやあ、いかに兄弟よ、命をすると見てやるが、命を賜え兄弟よ。命があれば宝来さんにも会うと聞く。またも御世にはいずまいか。それ初めからは習わぬぞ。習えば習う習いあり。芝生へからぬものならば芝を買って参らすべし。塩をえ熊のものならば塩をも汲んで参らすべし。今日よりは太夫のうちに姉を持ったと思うべし。弟持ったと思うしめせ。命を賜えとおいさめ申し参らせる。分かりきるほどに早、師走大津の森にまかりなる。あらいたわしや、兄弟の今年の年の取りどころ、芝のいおりで年を取る。姉御、我らの国の習いには意味や威張るる者をこそ別屋に置くとは聞いてやれ。我らは意味も威張れもせぬものを、これは単語の習いかや。寒いかよ、図書丸。ひもじんなるよ、図書丸。よいかに図書丸。この太夫殿に遂げての奉公はなるまいぞ。この国の初山が正月16日と聞いてあり、初山に行くならば姉にいとまを壊すとも、山から直に落ちさいよ。落ちて世に出てめでたくは姉が迎えに参らんよ。寿司よ、どんどんは聞こしめし。姉子の口に手を当てて、のんのいかに姉子様。今当代の世の中は岩に耳、壁の物言う世時なり。自然このことを太夫一問聞くならば、さて身は何となるべきぞ。落ちたくは姉子ばかり落ちたまえ。さてそれがしは落ちまいよの姉子この吉貴子しめし。自ら落ちるは安けれど、女に氏はないぞやれ。また御身は家に伝わりたる系図の巻物をお持ちあれば、ひとたびは世に入れたもうべし。いや、姉に落ちよ、弟に落ちよ、落ちい落ちじの問答。じゃあ剣なる三郎が藪に小鳥を狙いいて、立ち聞きこそしたりけり。三郎は太夫殿に参り、のういかに太夫殿、兄弟が姉に落ちよ、弟に落ちよと問答す。こう申すまに早、落ちたも存ぜぬ太夫聞いて連れてまいれ。殿御上なり三郎、受けたまわる。と申して、あらいたわしや、兄弟を引っ立てて太夫殿にお参りある。太夫は大の眼に角を立て、兄弟をはったと睨んで、
さーてもなじら17巻で買い取ってまだ17文ほども使わぬに落ちると申すよな。落ちると申すとて落とそうか。伊豆区の裏もじゃりとでも太夫が古い下人と呼び使うように印をせよ三郎。いかに殿御城なり邪険なる三郎が天井より火薬の弾を取り出し大庭にズッパと移し焼け声に少し丸みつけたる矢尻丸を取り出し大内は持ってあげたて板わし屋な姫君の竹と一瀬の黒髪を手にくるくるとひんまいて膝の下にぞかいこうなりあーら板わし屋図書殿はのういかに三郎殿それはまことか邪教かや脅しのために召されるかそもやその焼き金をお当てなされるものならばそもや命がござろうか姉御にお当てある焼き金を二つなりともそれがしにお当てあって姉御は緩いてたまるの三郎をこの引きよりも何の面々に当ててこそは印にはなるべけれと金真っ赤に焼き立て十文字にぞ当てにける。図書殿はご覧じておとなしやかにはおわすけれども姉子の焼き穴に驚いてちりりちりりと落ちられる三郎を苦しみるよりもさーても何時は口ほどにはないものよ。何逃げば逃がそうかと元の身を取って引き戻し膝の下にぞかいこうなりあーらいたわしや姉御様は我が焼き屋に手を当ててのーのーいかに三郎殿さても御身様は罰も利益もないことをなさるるぞ。姉こそ弟に落ちようと申したる。それおのこの貫の傷はこうても持つとは申せでも傷こそは傷に言われこれは知欲の傷なれば二つなりとも三つなりとも自らにお当てあって弟は緩いてたまるの三郎くぬしきよりも何の面々に当ててこそは印にはなるべけれとじりりじっとぞ当てにける。太夫くぬしご覧じてさーてもなじらは口ゆえに熱い目をしてよいかと一度にどっとぞお笑いやる。あのようなる口さがない者どもは命の発するとも言わぬ者の歌詞浜地に連れて下がり松の木湯船のその下で年を取らせ食事もくれなただ欲し殺せ殿御城なりあらいたわしゃ兄弟の口説き事こそ断りなり。これにて説教武士三将太夫より安寿と図書丸の物語二段目語り納めてござそろ。
これより説教武士三将太夫より安寿と図章丸の物語三番目語り申し参らする。私や兄弟の口説き事こそ断りなり、かかりきるほどに早正月十六日にまかりなる太夫は三郎を近づけて、いやいかに三郎浜地の兄弟が命があるか見てまいれとのご城なり、三郎受けたまわってござる、と浜地に下がり松の木湯船を開け抜けて見てやれば、あらいたわしや兄弟の人々は土色になってわします、というこのよしご覧じて命めでたいものよな、もはや山へも行け浜へも行けとのご城なり、姉御このよし聞こしめし三走路、山へならば山へ、浜へならば浜へ、一つにやってたまわれと申しゃる、太夫聞こしめし、あう姉だに山へ行こうと言わば大わらわに泣いて山へやれ、三郎いかにとのご城なり、三郎受けたまわってござる、とあらいたわしや姉御様の竹と一瀬の黒髪を手にくるくるとひんまいて、元結際よりふっと切りて大わらわに泣いて山へやる、兄弟の口説き事こそ哀れんなれ、あらいたわしや図章殿は姉御様を先に立て、つくづく後からご覧じて、姉御様の髪がござんなければそれがし後から見て何も頼り力のござらぬに、さぞや姉御様の力のほどの思いやられて悲しやなとお嘆きある、姉御このよし聞こしめし、世が世の折の髪形し、かくなりゆかば髪も形もいらぬもの兄弟連れ立ちて山へ行くこそ嬉しけれとて、とある獣道をお上がりあるが、雪の村消えたる岩のほらに立ち寄りて、花の守りの地蔵菩薩を取り出して、母上様のご城には自然兄弟が身の上に自然大事があるならば、身代わりにも立ちはる地蔵菩薩と申しあるが、かくなりゆかば神や仏の有力も突き果てて、お守りなきかよ悲しやな、ずしよどんどんはきこしめし、姉御の顔をご覧じて、のんのいかに姉御様、さても本身の顔には焼き金の跡もござんないと申しゃる、姉御このよし聞こしめし、さても本身が顔にも焼き金はござんないよ、地蔵菩薩の眉間どころを見立てますれば兄弟の焼き金を受け取りたまい、身代わりにお立ちある、姉御さても幸せやな、これをついでに御身はじきに落ちさいよ、今日こそは肌の守りの地蔵菩薩も御身に参らする、自然落ちてありけるとも丹慮なる心をお持ちあるな、丹慮はかえって未練の僧と聞いてあり、また落ちて行き手のその先で在所があるならば、まず寺を訪ねてに出家おば頼まいよ、出家は頼みがいがあると聞く、もう早落ちよ早落ちよ、見れば心の乱るるに、やあやあいかに図書丸か
ように薄雪の降ったるその折は橋に入ったるわらじを後を先へ吐き抱いて身についたる杖を左の方へ突き出し、登れば下ると見えるなり、下れば登ると見えるなり、もはや落ちさえ早落ちよと、さらばさらばの糸がおい、こと仮染めとは思えども長の別れと聞こえける。かかりけるほどに太夫一門85人の手の者を四つに作って追っかける。何が正月16日のことなれば、雪道の後押し通って早国分寺の寺へぞ突き抜ける。いたわしやな寿司王殿はおひじり様の情けにて川かごのうちにお隠れある。三郎、いいかにおひじり、ただいまここへわっぱが一人入りそろう。お出しあれ、おひじり小吉きこしめし。なんとそろうや、わっぱやらすっぱやら晩はせぬにっくいおひじりかな。さらば寺中を探させんというままに、美濃軽三郎が内陣投げひくり面相仏壇縁の下追事の下天井の裏板はずいて尋ねども、わっぱが姿は見えざりけり。三郎、あら不審やな、いずれおひじりの心の内にござるは一条なり。わっぱをお出しあれ、わっぱをお出しないものならば、それがしの身に余れる大正門を立てあれ。しからば由良の港へ戻ろう、ポズン申しから。かくなりゆけばおひじりはうがいにて身を清め、ゆぐりななたび水掘り七度、塩掘り七度、都合21度のゴリを取って駒の団子を飾られたりしかれども、じゃあけんなる三郎はさばぬ手にてぶらりぶらり、そこかしこぬめ回せしがのう。いかに太夫殿、ここに不思議なることを一つ見られてござる。あれに釣ったる川かごは降るけれども、かけたる縄が新しいし、風も吹かぬに一揺るぎ二揺るぎゆーすゆーすと動いたが、これが不思議にてそろうというままに、内物の背を外いて釣ったる縄を切っておろいて宙にて金目を引いて、わったあると喜んだり、下へ下ろすのが遅いたて、縦縄い横縄むずと切って蓋を開けてみてやれば、寿司王殿は肌の守りの地蔵菩薩金色の光を放って、三郎が両眼に切り振り縁から下へこけ移る。三郎が兄弟の肩にかかって由良の港へ戻りたわ、ただおもない程度ぞ見えたりけり。かかりければ寿司王殿、川かごのうちより飛んでいれ、おひじり様にすがりつし、御名乗り申しまいらせる。おひじりは聞こしめし。さてもあどない寿司王や、それがし送り届けてまいらせんとて、元の川かごへ遠度入れ、縦縄い横縄むんずとかけて背中に追い、上には古き衣を引き捨てる途中、ひじりの背中は何ぞと問われれば、これは丹後の国国分寺の亀焼地蔵にてござるが、あまりに古びたもうたにより都へ上り物資にて彩色し立てまつると答えける。おいそんぎあればほどはなし、都のうちに聞こえたる虹の市場すらく権現堂にも突きある。権現堂にも突きしかば川かごを下ろし蓋を開けてみてやれば、川かごのうちの旧
くすやらん。寿司王どの腰が立たせたまわざる。おひじりこぬしごらんじて。それがしが都へ参り、安堵の御藩申し受け、参らせとうはござあるが、出家の上ではならぬこと。これからおいとま申すとて、涙とともに丹後の国へぞお戻りやる。あらいたわしゃ、図書殿は朱雀権現堂にござあるが、ほがい人の群れの中いざり物こう姿、ただ所持の哀れと聞こえける。しかれども1日2日3日4日5日6日と減るほどに、朱雀七三のわらべども、いずくよりとも運家のごとく集まりきたりて、いざや土車を作って都の城へ引いて取らせんと、おめき叫ぶ。川騒ぎしながら宿送り村送りして、南北天王寺へぞ引いたりけり。わらべどもは図書王殿を問え、はたいに取り囲み、せんよ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 の掛け声を都の空にとどろかす。いたわしやな図書王殿は、石の鳥居に取り付いて、渾身の力振り絞いて、せんよと言うてお立ちあれば、何がな腰と渡せたまいける。わらべどもはこれを見て、どっと声を上げ、手を鳴らし飛び跳ね、体ぶち当てながら西に走り回り、東に走り回り、狂気すること再現もなし。この後図書王殿は梅津の院の御養子に召され、帝の御前にて御名乗り申し参らせ、奥州五十四郡並びに丹後の国の主とならさせたもなり。これにて説教武士三将太夫より、安寿と図書丸の本物語3番目語り納めてござそろ。これより説教武士三将太夫より、安寿と図書丸の御物語四段目語り申し参らせる。これは図書殿の御物語、それはさておき申し。ことに哀れをとどめたは、安寿の姫にてとどめたり、弟落ちた
明日よりのちは誰やのものにか物語しようとナイツくどいつ召されるがこぼるる涙をしとどめ人の語る小僧を拾い取りわずかの芝に束ねてに突きいただいて太夫殿にお参りある。太夫は姉御の芝をご覧じてさても何時は弟に増して良い木を買ってまいりたに。どれ弟はとのご城なり姉御このよし聞かしめし三僧侶。今朝それがしが浜へとは猛災で山へと申して揃えば髪を切られた愚痴な屋根よと申しおき里の山本たちとうち連れ立ちてまいりたが自然道にも踏み迷いまだ迷わぬかよ鎌山と申しある。太夫この日聞かにも会う恩美が涙のこぼれようは弟おば山から落としての首より空の喜びなきと見てやるぞ。三郎伊豆国にいるぞ。せめてとえ殿御城なり邪険なる三郎が受けたまわり候とてあらいたわしや暗示の姫おば十二段の上りはしごに絡みつけ湯攻め水攻めにて問う。それにもさらに落ちざれば三つ目切りを取り出し膝の皿をからりからりともんで問う。今は弟おじいたと申そうか申すまいとは思えども、姉御物をば言わせてたまわれど。太夫聞かしめし物を言わそうためでこそある。物を言わば言わせいと申しある。姉御今にも弟が山から戻りたものならば姉は弟ゆえに攻め殺されたと申しあれ。太夫この式よりも通る川戸は猛災で問わず当たりする女めを物も言わぬほど攻めてとえ三郎いかに殿御城なり。邪険なる三郎が天井よりからこの端を取り出し大庭にずっぱと移し大内は持っておぎ立てて板わし穴姫君の元取りを取ってあなたへ引いてはあつくば落ちよ落ちよ落ちよと攻めければ攻め手は強し身は弱し何かは持ってこらうべき。正月十六日十六歳を一語となされ暗示の姫は攻め殺される。かかりきるほどに図書王殿は姉御様を助けるため丹後の国へ入部されまずは九段のお聖様を訪ねある。図書王由良の港へ残しおく姉御はこの世にましますかやおひじりこのし引こしめしさればこそとよ。姉御前は御身が落としたとまとかずとて邪険なる三郎がついに攻め殺して候捨てたる死骸がここの茅原に手が一つかしこのツツジの株に足一つ犬カバスが引き荒らすしよう。愚僧が衣の袖に拾い取り仮装にあげて僧侶なり。これがその四骨反り神とて図書殿に参らせる。あらいたわしゃ図書殿はご覧じてこれは夢かやうつつかやさてそれがしこの旅は世に入れた貝も揃わずとて四骨反り神に顔を当て竜亭へこがれて泣きたもかくなりゆかば三将太夫を召し寄せて重罪を行わんとする。図書さても太夫はよくこそ早く参りたれそれがしを見知りたるか太夫聞こしめしなかなか見
やこの国主とあがめ申す図将、汝がうちには良き下女を持ち去ると聞く。それがしを十座婿にとって風紀の家と栄えよし。太夫は三郎が肩をきっと見て、現にまことに伊達の子を立忍部と称の者とて、姉に忍部、弟に忘れ草とて、兄弟ありたるが、姉の忍部は身目も形もよかれた者を殺さいでおくならばと後悔す。図将殿は聞かしめし、包むとすれど包まれず、太夫が前に差し掛かり、よういかになじら、姉の忍ぶおば、なんたるとがなりたれば、攻め殺してもありけれぞ。我おばたるかと思らん。なんじがうちにありたりし、忘れ草とは、それがしんなり。姉子を返せ、太夫は。大のママ子を見開いて、しばし岩のごとくなりにきり。図書、太夫。三郎よ、さてもなじらは死したる姉を返せというを無理なることと思うべけれども、かの三河の芝さえいかないでが、里の山本たちが情けに勝って賜りた芝の元口慈しいが咎よとて、三河の芝に七が増し自由が彼と攻めたるは、これは無理にて、なきかぞよ。さてもそれがしは、はかなきことを申してあり、あだをあだじてほずれば、もゆる日にたきぎをそるごとくなり、あだを慈悲にてほずれば、これは仏のくらいなり。いかにという、大国が欲しきか、小国が欲しきか、望み次第に取らすべし。太夫、にいこと笑いて、三僧侶。さて、それよしは、孫子の末を広きことなれば、小国にてはなり申さぬ、大国を賜れと存申しけれ。図将殿は聞こしべし。さても何時が小国を好むとも抑えて大国を取らすべきに、幸い太夫には広き黄泉の国を取らせよとて、太夫を取って引っ立て、国分寺の広い岩に五尺に穴を掘りて、肩より霜を掘りうずめ、竹のノコギリをこしらえて構えて他人に引かするな、子供に引かせ、浮き目を見せよとのごじょうなり。じゃあ核なりゆかば、三郎にノコギリが渡る。じゃけんなる三郎がこのノコギリを奪い取って、卑怯なりや方々、主の戸川はのたまわで、我らが戸川とあるからはノー。いかに太夫殿、一期申す念仏をば、いつのように立てたもうぞ。この度のようにお立てあれ。死ね、三蔵太夫は、この三郎が追い越して参るすべきぞ。一式引いては先祖供養、二式引いては万蔵供養、えいさまえいと引くほどに、客に余りて陸奥の時、首は毎日を引き落とす。さて、その後に三郎を休みが小川に連れて行き、雪戻りの山本たちに七日七夜首を引かす。4段目、中段。